またちょっとスマホ関係のも一つ言わしてもらいますけどはい、はい、なんか普通に過ごしてると、まあ、スマホを持ってね、うん、なんかすぐ変なの上から出てこないですかそのなんか,なんか変なアイコンみたいなのが上にいろんなものがいらねんであれも本当とに「アメーバのニュース」とか <laughs>。 そのなんか誰かがお持ちつきしましたとかそんなレベルのやつとかもまあ停止できるんでしょうけどもう一個一個分かんないでしょいいもうそこにな、ね、押したいボタンがあったりするんだ <laughs> <laughs> そうそうそうそれだしすげえ通知来るでしょ何かに関していろんなものの通知来るよ今来る来るなんか電車のもそうだしその近辺にだけどその周辺の駅の遅延情報みたいなまだいいよ遅延してませんみたいなじゃあ言うなよみたいななんかあるでしょもう。 つえ通常通りですいやなんか遅延情報みたいなの来てその本当にね何かあったらまあ来てほしいか調べりゃ分かるけど、うん、もう次から次へとうんサッカー情報とか、うん、なんかこっちでもうちょい精査させてほしいよな本当に、うん、最初にこれとこれとこれって選ばせてほしいなそう考えたら雨ブロとかは最初からあるわけですから、うん、ダメだよなそんなのはそうやな 通知来ちゃ、うあいつすげ来るもんアメーバのキャラが上から。あの熊の？熊熊あれ熊か？熊な？いやどうすけど熊かなあれ。熊なあれな。いやいや当たり前のように。あの熊な。いやいやあれ熊かな。熊熊。熊じゃないよ多分あれ。熊な。熊っていうことしてあるけど、ね来るでしょあいつ来る？うんコン。俺じゃあなんだろう僕がアメーバで登録してるからな。な来る来るもうし。 もうコメントつきましたとかじゃなく普通にニュースみたいな本当にそのあのアメーバのニュースってまあもう特殊で面白いレベルですけどまあ誰かが記事を書いたのがニュースになってるのかなそういうなんか本当に「ゴルフしました」とか「へ<ー>あの誰々誰と誰々と誰があの一緒にゴルフをし,しました」とかがもう来たりとかあそうな、うん、あとはもうねなんかいろいろ来たりぴょんと横から出てきたりとかも多いでしょまあお前のは特になんか 特殊なねねスマホですから、ね、いやでもやっぱそのもうちょっとねあの無,無から渡してほしいよなもうちょいこっちが選んでつけるっていう方にしたいな本来はねも消すとかの作業じゃなくて消す作業ばっかだもんな、うん、最初に決めすぎだろもういやほんまそうどんどん来るよいろんなもんからすごいもんアプリの数とかも 最初に入っとるなそそううそんなん本当になんでなんだろうなもう半日ぐらいかけて消す作業するもんな俺まず機能はねでもアプリは消せないでしょ消せんやつもある消せないってまず何なんだって思いますけどまあいろんな契約とかあるんでしょうけどまあねそのあるんでしょうけどもうちょっとあれがねだん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 それをなんかピョンってくるでしょクマがクマか何か分かんないですけどクマねいやんか分かんないけどそれを消去しなきゃいけないんで一回一回ね来たら出っ放しな 出っ放していうかなんていうんですかあのメールとかの欄にクマもいるんでその一緒にああクマとかなんかサッカーボールとかあ,あ,あの、いろんな情報が僕が撮ってるアプリとかのいろんなのが、うん、まあ、撮ったか撮ったか分かんないようなやつの遅延情報とかいっぱいもういっぱい来る、えー、上のこの欄にいっぱいもうたまるあそうないっぱい溜まるいっぱい溜まるなんいつの間にかそうなってんだよだから多分け消せんのいや多分ちゃんとすりゃ消せるんでしょうけど毎回こう,うすげえ来るんだよもう。うんうん アメブロのやつなんて SNS いっぱいやりおるっていうのもあるよな多分お前がまあ SNS というよりは多分そのあ電車のなんかアプリかサッカーの情報とかのアプリか、うんまあ、それを調べた経験があるからか分かんないですけどそういうのが結構来るかなんなんかよく分かんなくなってくるけどだんだんあの Google とか開くともうサッカーの結果あの何チームかの結果出たりして横浜 FC の結果とかすげえ出たりしてあそうなの 多分横浜 FC の試合は何度か見てた時にそれを調べたからかそれが出てくるんだよ、うん、優秀っちゃ優秀じゃけどなうんでもその別にねそのいや待ってよっていうかその自分で調べるしっていうかうん、うん、横浜 f なんかこっちが調べたらそれをねもうさもこう決めつけてくるのもちょっと怖いでしょまあね得意げにね<ー>こうししもし見たくなかったらどうすんだとも思,思うしね、うん、お前なんかだって特にあの ちゃんと撮ったたやつを見たい派でしょもうでも今無理だろサッカーの結果知らずに帰るとかお前もだって前やりよったもんなほんま携帯見ずにも家まで帰るとかやったやったやった m 1とかでもそれこそ昔やってましたよやっとったやっとった結果見ずに帰るとかもう無理でしょうね、うん、今はねまあスマホ見ずに行ったとしてもいろんなとこから流れるもんな電車とかでも流れるもんな流れる流れる流れるあのちょっとデカめの液晶のね 電車の、ね、中にあったりとか、まあ、街中にこうニュースとかもう無理だよなあるある、うん、大きい大型ビジョンにもうデカデカと結果書いてあったりねもう下向いていったとしてもねもう無理だよな無理無理無理だそう思うと情報の反乱ですよ <laughs> まあありがたい面も当然あるんですけどね、うん、ちょっとこれはなんかね上からポンポン来るのとかなんかいろいろ来たりするのはちょっと こっちがやりたかったらつけるっていう方向で行きたいですよねうん。すごいよな、ほんまに。いや、使いこなせない。ね。この<う>今の時代、どうなっていくんだろうな、これから。それが怖いよな、こんなになんか勝手にどん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 進まれちゃったら。うん、もう、どういうことになるか。全部の個人情報がもう、ここに入っちゃって。うん、なんかね、動きとかも全部もう把握されてるわけですから。されてんでしょ、どうせ。うん、まあ、そうでしょうね。うん、何にも調べられないですよね、そんなん言いらしたら、もう怖くて。うんうん なんでもう調べ物もなくなくるねもう自然といろんなもの過去に検索したものがこうコンピューターが選んで僕ら僕一人一人にあった情報をこうもう提供するようになって、うん。いやでも本当に結局こいつでもやっぱバカだなと思うわけじゃないですか横浜 FC の情報を僕が逐一知りたいと思いやがってっていうか、うん、そのまあそれを調べたい時に見たけど別にね知りたくないわけではないよ、うん、だけどまだそうかフンで言う 僕の心までは読めてないぞみたいなとこあるわけですからそのの一致は絶対しないと思うんですよねでもわからんで、ね、お前がもし阿佐ヶ谷降りたら、うん、今日ラーメン食いたいなと思っとったらラーメンは出てきてね だんだんそういうのになってくるかもしれないですね。で,でも勝手にあのラーメン屋の前で。だからなんで僕がそのワープする。だから <laughs> 急にめちゃくちゃだよ。ワープするね。いやだからだってなんで朝からまで電車で来たんだよそもそも。<laughs> じゃあもう家家家で。いやで,、ね、<お>でも嫌なの起きてまだ、あ、何にもひげとかも剃ってなくて歯も磨いてないときにラーメン食いたかったピュンってきたうわーってな,なるとかそんなの。いやもうそれ食べたいタイミングに飛びますから。いやでも朝起きて食いて食いてってなったらそれでそりゃうん。もうもう歯,歯磨きも,もうやってある だからそういうことで、もうひげも当たってそってあるそって状態で、だからどうそれはどういつどのタイミングでどう,だろうスマホを全部やってくれる、<laughs> <laughs> これじゃあ動き出してううみたいなそって、そうそう歯もガーッてこれで,で,で、でううっつってラーメン屋の前に転送される、<laughs> <laughs> それはスマホではないもう <laughs> ただラーメン、そんなものなんでなんで。<laughs> 借金みたいな感じただなんでスマホ買ってくれる買っての経済がただスマホ買ってくれるってなんで思ってくれるスってくれるスマホ兄さんみたいな感じどうやって経済がどうやって経済が成り立つんですそれででまた変え変え変えるじゃネタ面白いネタが 作りたいってなったらそれがもう作ってくれるってこと。全部作ってくれる。がまあそうか。うん、でライブとかもワープして、ライブーとワープして。相方もスマホ。なんでじゃお前いなくなってじゃなかった。すごいな。スマホスマホこれ。着替えとかだも自分でしなきゃいけないわけですか。からスマホやってくれるもんじゃ。もうお前スマホじゃねえんだよ。だから形は今のスマートフォンの形のまま。<laughs> そうそう、ね。えちくちゃの世界でよ。でもまあそこまでなんないとしても、うん、確かにねネタとかは作ったりしそうですもんね知能とか,なか、ね。なんかこの。 ここういうこいいとと言そかって、ね、あネタのアドバイスくれていいのよはもうちょい僕が調べてるもんとかこう普段言ってることとかを精査してねそれこそれまあそんな誰が使うアプリだってその芸人しか使わねえじゃねえかってなるけど <laughs>、ね、ちょっとそういううまい使い,使い方をしていきましょう、うん、<laughs> ラーメン屋にワープされても困るけど、うん、ちょっとこれだから意味がそれが一番意味不明なんだよ <laughs> <laughs> ラーメン屋はどうなってんだよ <laughs> スマホが金払うってこと <laughs> だとしてもスマホの金額はこっちが払ってるから結局それは電話料金じゃんけどういうことなんだよスマホが払ったって何まずはそのスマホがお金払ったとか <laughs> もいいよ擬人化しすぎだろスマホを <laughs> まあね分かんないそこまでいかないまでも進化するでしょうねこれからもね嘘みたいなことが起きますからね、うん、この間ニュース見たら 洗濯物折りたたたたたむ機械でででききてましおとっ見みんな同じニュース見たのかな見見たたでけんだよなどこに置くんだよって言うぐらいでけんだよじゃあ畳むわっていうねあれどうなって畳むんだろう企業秘密ですってなっゃうけどだってあれ乾いたやつガッサ入れてそしたらお父さんの分息子の分お母さんの分分けてやるんだよなでっけんだよなでっけでっけタンスぐらいあるタンスぐらいでっけえタンスぐらいまあタンスなんだろうな のの機能そそそううか、か、しまってただあれ一人暮らしの家における規模ではないよなお金持ちの大きい人とかああいうことなってくんのかなもうそのうち洗濯機もくっつくだろどうせまああれも洗濯機の進化としてやってましたからね多分汚れた服パって入れたらもう洗って乾かして畳んであながちさっきの話が嘘じゃないぐらいになりますよねそうなったらで着せてくれるのもうだからそれは何なんでラーメンを だほんとに <laughs> でもちょっとねもしかしたらそこに近いぐらいになるかもしれないですね、うん、これはあの便利になる分にはいいですから、ね、まあねうまくううこっちとのもうちょっとねあのモニタリングとかなんていうの、うん、いろいろ検証してやってほしいですね、うん、これが必要だっていうのをねそうですね平日毎日口を更新していますウエストランド井口の口出し